皆さんこんにちは。 Dialogue for People フォトジャーナリストの安田なつきです。私たち Dialogue for People と早稲田大学韓国学研究所の共催でお送りしてきました、カルチャーから知る朝鮮半島のこと、長らくいろんなこう多岐にわたってね、こうシリーズをこう展開してきましたけれども、今日も今回も金行木さんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早稲田大学韓国学研究所の金行木です。今回第11回目の収録になりますけれども、楽しみ、メインのテーマですよね。メインのテーマっていうふうに思って、まあ、文化といえば食、グルメっていうのがかなり関係すると思いますけれども、はい、まあもちろんグルメとか食だけの話ではないんですけども、土地柄といろんな文化、朝鮮半島と日本、またがるいろんな東アジアについて考えるきっかけで、お話ができることを楽しみにしております。はい、改めてよろしくお願いします。そして今回、ゲストをお迎えします。ジャーナリストの伊藤詩織さんをお迎えしました。ありがとうございます。お願いします。伊藤さんをこうお迎えしたのはですね、今回のテーマに深く関わっているんですけれども、ちょっとここで、テーマに関わるものをこうご紹介していきたいと思いますが、今年2023年の5月に国籍と遺書、兄への手紙、ルーツをめぐる旅の先にという本を刊行しました。でちょっとざっくり内容を説明しますと、私の父がですね、私が中学2年生の時に亡くなって、で高校生に私がなった後に、海外に行く機会があってパスポートを作らなきゃ戸籍が必要だということで、戸籍を見た時に初めて亡くなった父が在日コリアンの2世だったということを知ることになります。でどうして父は自分のこう出自ルーツを語らなかったんだろう、なぜ最後まで教えてくれなかったの、そのなぜなぜっていうものをこう埋めたいとい う, こう意味も込めて、古い書類をこう書き集めて、父や父の家族が一体朝鮮半島のどこからやってきてどんな生き方をしてきたのかということを、辿る旅というのを特にこの 3,4 年ですね、続けてきました。でその旅にですね、もう当初から伴走してくれていたのが伊藤さんということで、改めてその中でも特にね、まあ、いろんなこう旅をしていると行く先々での、まあ、在日コリアの人たちだったりこう韓国のカルチャー、特に、まあ、食文化に、ね、触れる機会が多かったということで、それもこう軸足にしながらね、はい、今日はお送りしていきたいと、はい、食に酒も入るんですよね。ありがとうございます。いや本当に、いやもう楽しいね、はい、宴を乗り越えてきましたね。そうですね、はい、いやだから私たちのこの旅っていうのは、なんかこうマッコリの本数で数えたらいいのか、ソジュの本数で数えたらいいのかっていういい勝負ですね。ボーリング何年分ですか。何年分かはできますね。ライブストライクでしたよ。ライブストライクでしたけれどね。そもそもですね、このルーツの旅っていうのは、うん、本当にこう戸籍上のこうもう情報だけで、父が在日コリアンであること、それから、まあ、祖父母の名前ぐらいは分かるけれど、どこからやってきた、どんな人なのかって全く分からないところからこう出発をしたんですけれど、うん、はい、それをこうその旅を記録をしようと思ったのはなぜだったのかということを改めて聞いてもいいですか。そうですね、きっとあの時も私たちは犬がケージをカリカリしているので時々掃除をしてしまうかと思いますが、すみません。ちょうど外国人登録原票を取り寄せられる、そこで会ったことのない名前しか知らない、ね、おじいちゃんおばあちゃんについて分かるかもって、多分こう友達たちと夕食を食べてる時に聞いて、あ、そうだね、何気なく話をしましたね。そんなことができるのっていうところから、まあそれから本当にどこまでたどり着けるんだろうっていうところと、やっぱりそのルーツをたどることに対してのこうなんだろう、どういうふうにつながっていくのか、どういったことが分かっていくのか、そしてなぜそれを知りたいと思うのかっていうのを本当に一友人としてもすごく気になっていたこと でやはりドキュメンタリーのこう、うんうん、取材って近くで撮らせていただくことがやっぱりすごく肝になってくるので、もうこれはね、最初から少しでもいいから撮らせていただけないかなと思って、うん、本当にね、どこにたどり着くか、どういったことが分かるかって分からない時から一緒にそのね旅に同行させてもらって、
最初に出かけた土地が京都でしたよね。うん、そうでしたね。うん、その、まあ、外国人登録原票をこう取り寄せて、で、まあ、父のこう、生家が京都の伏見区にあるということが分かって、でも、なかなか自分たちも何もこう、つながりがない時だったので、まずはその、まあ、父の生家、跡地とはちょっと距離があるんだけれども、まずは京都に行こう、でその中でも、まあ、知人がこう縁のあるウトロ地区に行こうということで、うん、ウトロから私たちの旅は始まっていくことになりますね。 なんか原票を求めてそれを探していく、はい、まあ、比較的初期の段階から私も情報を探していただいておりましたけれども、いろいろご相談しましたね。なんていうのかな、今デジタル時代だから見つかって探すことができるっていうこともできる、あのポジティブな側面でも、あの親族の情報を探すっていうのはプライバシーとか個人情報を大切にする時代でもあるからこそ、うん、まさにあのたどり着きづらいっていう部分があるときに、よくもこれはあの京都の話から始まりますけれども、韓国でもいろんな仲間が手助けしてくれたっていうことを本当に不思議にそばでこう嬉しく感じていたってこともあります。いやそうなんですよね。やっぱり人の講演っていうのがすごく大きかったあの旅ではあるんですけれど、ただやっぱりその原票っていうものが、うん、そのこれだけこう個人情報があの厳しい中でどうして私が引き出せたのかっていうと、うん、やっぱり血縁者だからなんですよね、うん、でその血縁によって管理をするっていうものが、うん、まあ、戸籍だったりとか、まあ、今はその制度が変わりましたけれども、こう外国人登録制度だったりしたので、はい、なんかそのこう仕組みをたどって自分の家族のことを知るっていうことはちょっとね割り切れない部分もあったんですけれど、うんうん、やっぱりまずは知って、うん、で知った上で向き合って考えて、でそこから自分のこう道筋を決めればいいんじゃないかということで、うんうん、で最初に訪れたのがウトロ地区で、うん、後ほどまたその放火事件のこうお話はすると思いますし、原木さんとも一緒にあのウトロの平和記念館をねこう訪れた動画を、ね、そうですね、このシリーズにもこうあるわけなんですけれど、どうでしたか、一番最初にそのウトロ、まだ火災前にこう訪れてみて、うん、でまあ住人の人たちがこうやって暮らす権利をこう訴えてきた看板なんかがね、うん、こう保管された倉庫がまだ残っていた時ですよね。そうですね、2020年の、そうですね、9月ですね、うん、でこの時は確かまだおじいさんの外国人登録原票しか手になくって、ああそうだ、その京都にいる間もウトロに行く間もどうやったらこうおばあさんのものを引き出せるかっていうことでいろいろ電話をしていたことを覚えているんですけど、まずあの私たちはあの電車をね、あの一駅伸ばしてしまったと思って、ね、あ本当に、はい、しかもそれが奈良に行くってこと、近鉄の、そう、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、はい、セブンティーンアイスの販売機があってですね、あこれ懐かしいね、高校生の時食べたよねって言ったらあれみたいなところから始まり、うん、駅で待ってくれていたねチャヘンさんに申し訳ございませんって言ってそこからスタートでしたね。そうでした、そうでした、なんか私たちらしい旅のスタートでしたね、はい、それであのまたですね、そのウトロの最後のこう在日一世のこうハルモニーと呼ばれている方がね、うん、あのご存命だった頃で、はい、もう随分あのご体調がね優れないような様子ではあったんですけれど、うん、私たちがその玄関越しにちょっとねこうこんにちはって挨拶をしたら、なんかお酒を出そうとしてくれたりとか夕方と昼の間ぐらいだったかな、ね、でももうね、でもその後にまあ、その1年後の8月末ですよね、こうウトロではこうしてあの放火事件が起きてしまって、はい、まあ、当時22歳だったこう男性に今あの実刑が下っていますけれども、やはりこう差別的な行動記憶を語ってのこうヘイトクライムだったということで、うん、この放火のこう現場は本当にこう放火だっていうことがこう分かったぐらいの時にね、そうなんですね、こう行きましたよね、あのこう新幹線で向かっている時はまだ火災があったんだってっていう情報しかなくて、でちょうど着いた時にそのタイミングで実は警察から新たに事情を聞かれているっていうことを聞いて、その時のその話してくださった方のすごく複雑な、これがそういったヘイトクライムであってほしくないけれどもっていう、そのまだ前方ね、何が起きたかわからないけどその可能性があるっていう、すごくあのどうそれを受け止めていいのかっていう時期でしたよね。うんうん、
なんかやっぱりこうね、火災が起きた時にもしそうだったらどうしようっていうことがこう頭をよぎったっていうことはね、うん、関係者の方も言ってましたけれど、うん、やっぱりそのもしかしたらっていうことが現実になってしまったことのこう重みとかこう深刻さをどう言語化したらいいんだろうってい う, こう戸惑いのこう段階でしたよ ね, ね私たちが行った時は。なので漏電じゃないかって言われてたのが 1,2、はい、ヶ月してっていうタイミングだったと記憶してるんですけど、うん、その時にちょうど、まあ、なぜそれがね分かったかって後の報道でも明らかになるんですけど、うん、その22歳、当時22歳だったそのご自身が、まあ、自白したっていうところで、その年齢の若さにもすごく驚いていた、うん、びっくりしましたね。夏樹さんの顔もすごく印象に残っていますし、うん、そのやっぱり我々がこうなんかステレオタイプにはしたくないんですけど、やっぱりこう目の当たりにしてきたこう、うん、ヘイトの言葉をこう投げかけるこうような人たちって結構世代がまた違う。20代の方に直接会ったことがなかったんですよね。そうですね。なんかいわゆるヘイトデモとかヘイト凱旋みたいなものにこう出てくる方って人たちって自分たちよりも年上、ちょっと年配かなっていう、こう印象はありましたよね、うんうん、そうなんですよね。だからどういうふうな経緯で今当時22歳だった方がそういうそういったヘイトにたどり着いたのかっていうことを想像した時にすごくゾッとしてしまったっていうのが覚えています。向かいのなんか車での夏樹さんの表情だったりこうと、ね、撮影させてもらいながらすごくこう言葉にならないこう恐怖気持ち悪さっていうのを本当に感じましたね。なんかこのやっぱり言ってみればこうおぞましい事件が起きてしまったこう現場のこう空気をちょっとでもやっぱり変えたいということで、うん、実は住人の方々がこれは魚目さんとね一緒に行きましたね。この放火跡地その、まあ、ウトロのこう生きる権利をこう主張したようなこう看板の保管場所がこう放火をされてしまったわけですけれど、うん、はい、その脇にですね、これちょうど放火事件からこう1年経った頃なんですけれども、これエゴマとかあと唐辛子でしたよね。唐辛子とエゴマで意外と僕が生のものを食べて辛くないよって言ったんだけども、後からヒリヒリ、後からパンチが来るやつでしたね。これそういうタイプのこう、まあでもそれも楽しみですのでそれこそコチュジャンとか味噌につけて、生の唐辛子を青唐辛子を食べるっていうのはまたね生活空間の中に韓国のがあすごい豊作ですね、うん、そうエゴマ日本ではエゴマってあんまりないんですよね。ケンニって言ってそうやってつけて食べますけども、すごく一般的かって言ったら違いますね、はいはい、うん、だからよく食べる日常のまた育ちやすい育てやすいっていうのもあると思います。エゴマってそうなんですね、うん、やっぱり、まあ、この後いろんなこう集中地区だったりとかあとはまあ後にそのプサンなんかにもこう行くと、はい、本当にこう庭先にね庭先にねみんなそうああの光景っていう風に ね、うん、いつもいやだからやっぱり本当にこう人の営みが根付いてきた場所なんだなっていうのを、ね、こういうものをこう拝見しても私たちもこう感じるところなんですけれど、うん、ウトラの記念館の中にはですね、うん、こうして実際のこうハルモニーもうお亡くなりになってるこうハルモニーなんですけれども、ここで暮らしてきた方のこう等身大のこうパネルと、うん、まあ、生活をこうね再現したあの空間なんかもこう使われていたコップとよく飲まれていたお酒とっていうのがね、茶舞台の上に再現されていて、私はここウトロの中で記念館の中で一番好きな部分で、やはり日本とかアジアのミュージアムっていうのは文字がたくさんありすぎてこう実際追わないんですね、すべての情報。だけども、こういう形で、まあ、これをアートと呼ぶか、生活風習と呼ぶか、やっぱり生活の暮らしが想像できるっていうミュージアムの企画の展示っていうのは、とても今後もっと活かされてほしいなっていうところで、うん、その中にはまた、在日のハルモニーの暮らしですけども、うん、まあ、日本のものと朝鮮半島のものが日常的には混ざっているっていうところが、まさに重要なメッセージの表彰、展示かなというふうにも思いながら、楽しんでいました。また実際にこのハルモニのところにこう通っている人に聞くと、もう絶対にこう飲んで食べていかないと返さないぞと、うんうんうん、もう飲んで食べて帰らないんだったら次は私の家には入れないぞっていうね、うんうん、なんかそういうカルチャーにその後こういろんな機会に触れる、だから売りにつけてくれるようになりましたよね。挨拶ですよね、パンモゴニーとかパンモンナみたいな、
パムンニみたいな地方によっては方言が使われたりしますけども、やっぱり食を通してつながるコミュニティ、大学、それはもう食べたっていう、まあそうです。でもそれって語源がどこから由来がどこからかは正確には分かんないけど、やっぱり貧しかったから、周りの人にちゃんと食事を提供しながら一緒にこう生活を乗り、ま営むっていうような文化だったと思います。いいですね。なんかいろいろな場所に行ったことがあるけど、挨拶でもうご飯食べたって、中国語にも似たこう、表現があるって聞いたことがあるんですけど、なかなかない、ね、のっけからね。だから韓国とか朝鮮半島の人、まあアジアの方々が一番日本で困っている、あるいはかつては困っていたっていうのは、一人でご飯を食べる。っていうことに、まあ、職場とか大学とかでも職員とかあるいは学生とかが一人でご飯を食べたい食事をするっていうことが、まあ、楽だっていうふうに思う人が多いわけですけども、最近はもう韓国とかだったら誰かと一緒に誘いながら、そしてレストランで出会った隣の知り合いのテーブルの分まで払っちゃうみたいなね、そういう文化がありますよね。でもありありと想像できますね。本当に、いやだからやっぱりその関係者の方にね、こう話を聞くと、その、まあ、22歳でこう放火をこうしてしまったこう男性をもう私たちのところにこう連れてきなさいってオモニたちが言うんですよね、ここで食事をしてご飯を食べさせてあげたのにって、ここに来たら、ここに実際にやってきたら、こう、私たちがこう、いろんなこう話をしたのにっていうことを、皆さんおっしゃるっていうふうにこう言うんですよね。だからやっぱり、ウトロの平和記念館には、やっぱり、ウトロで生きる、ウトロで出会うっていう、なんか出会うっていうところにこう、思いが込めてるね。いいですよね。感じがしますよね。まだなんか、登場したところまだ見てないんですけど、なんか、八輪七輪も置いてあるって。いや、なんなんだ、何かな。ミュージアムに七輪も準備してあるっていうことを一度聞いた気がします。もうなんかやっぱり発表によってはその朝鮮学校によってはね、学校にも生徒に一台七輪があるっていう学校の話も取材中に聞きましたね。確かに。いや、その、もう、私たちのこの旅っていうのは、本当に食文化とこう切り離せないというか、もうそれが軸足のようなね、こう旅だったんですけれど。そうですね。でも今そういった、こう、その文化背景を聞いて、あ、だからかって、やっぱりこの取材の中で、どんな取材をしてても、食事を共にするってすごく大切な、こう、なんだろう、打ち解けられるきっかけだと思うんですけど、特にこのルーツを巡る旅で出会った人々とは、本当に長い時間の、食事と、等々を重ねてきたのは、そういったことだったんだなっていうのが、すごく今、ね、振り返ると改めて。この京都に行った時は、先ほどしおりさんもこう話してくれた通り、祖母のこう手がかりっていうのが全くこうつかめていない時だったんですけれど、その後、まあ、いろんなこう情報をこうかき集めて、父親のこう出生届まで役所に届け、取りに行ったりしたんですけれど、それで祖母の誕生日とかが分かってきて、はい、で、祖母の外国人登録原票を引き出したところ、まあ、32歳で、こう亡くなってしまっている、で最後に過ごしたところが神戸だということが分かりまして、で私たちのことをですね、神戸で案内してくださったのが神戸市の中でも長田というこう地区、収集地区ですよね。そうですね、ケミカルシューズのこう工場なんかがあって、労働者の方々がとても多かったというふうに私も聞いていますけれども、そこで元祖平壌冷麺の、本店の4代目を務めてらっしゃるチャン・スギさんがこう神戸の中をこう案内くださって、そこのお店で、すごい、この夏何度を夢見たことか、いや、この水キムチのスープと肉の出汁と、こちらで働かれてる家族の皆さんがこう熱中症対策に夏飲んでるっていうのを聞いても、もう羨ましくて、夏にはね、そう、ご家族の皆様、皆さんから見てると、右から2番目にこう映っていらっしゃるのが、先ほど皆さんにお伝えしたチャン・スギさん、4代目の方ですね。お店が1939年にこう始まったので、もうちょっと頑張ると100周年を目指せるっていうところですけれど、そのお隣にこう、映っているのがハルモニの、キム・ヨンソンさんで、1930年生まれですね。シャキッとして。毎日シャキッとして、店頭にこう出てらっしゃってって、それにも驚きましたよね。ハルモニがあって聞いたときに、
その当時、90前後だったかな、もうその時点で。まさかこのハルモニが90歳のハルモニだと思わなかった。そう、お若いですね。いや、そうなんですよね。お店に来るのがもう楽しみで楽しみで仕方ないということで、まあ戦争も経験された方ですし、焼け野原になったその神戸の街も目の当たりにしていますし、うん、で、その後、1994年には、阪神淡路大震災もね、こう経験されているので、ね、いくつものこう困難をこうかいくぐって、お店と、うん、まあ営みがこう、受け継がれているっていうところもすごくこう感慨深いところはね、うん、ありましたしね。ハルモニー100周年を楽しみにしてるって。してるってね。上りを出して、で、それで100周年ってこういっぱいこう冷麺を振る舞うのがこう楽しみだっていうね、うん、話を。移転しないんですか、そのお店は。あ、そうですね。九州、その、阪神淡路大震災の時に一度こう仮設店舗になって、うん、そこからまた戻られたっていうお話は伺いましたね。でもその、まあ、在日コリアンの方々の中でもその平壌のご出身ルーツの方って珍しいんですよね。うん、そうですね。あまり数としてもいらっしゃらない。ほとんど南の人ですから、うん、在日コリアンのでもドラマパチンコとか小説パチンコの舞台は、はい、朝鮮半島の北部とかの背景も出てきたりとかしますから、あ、そうですね、まあ、人の移動っていうのは、まあ、朝鮮半島と日本だけじゃなくて満州を含めてですね、うん、まあ、かつての大日本帝国のその領土領域とつながりがあるということで、うん、今のように国民国家特に分断で行き来もできないっていう状況は、まあ、東アジアの500年1000年の過去を見るだけでも稀な150年なんじゃないか、稀な100年になってきてしまってるんじゃないかなっていうふうに私はふと思ったりもします。いやー、本当になんかこうね、お店のこう方々にこう話を聞きながら、やっぱりそれって切実な問題なんだなと、こう、まあ、ヨンソンさんも実際にその朝鮮半島でその朝鮮戦争がこう起きてしまった後にやはり連絡がつかなくなって、今でもこう行方がわからない、消息がこうつかめないというこうご親族もいますし、それがこう現在進行形でまだこう終戦に至ってないっていう現状があるわけですもんね。さあ、その朝鮮半島なんですけれども、我々もなんと水際対策にね、こう両国ともねこう厳しかったですからね、こう韓国も日本もなかなかこう行けないとい う, こう状況が続いたんですけれども、昨年の9月末からですよね、はい、ようやくこの3年越しに、そう、3年越しに叶いまして、こうしおりさんの念願の、僕写真見てすぐ、あ、クァンジャン市場かなって思いましたよ。そうですね、これソウルのクァンジャン市場のユッケ通り、ユッケ通り、すごいですよね、はい、ここはまあ、いろんなこうまあ、海産物なんかがこう、売っている中でも、うん、こう、ユッケのお店が延々とこの辺りこう並んでるんですよね。ピンデットとかたくさん売ってて。で、私は一つの仮説にすぎませんけれども、はい、久しぶりに、実は今月、9月に、学生たちと韓国フィールドワークに行って、はい、たまたま、トンデムの近くに泊まってたので歩いて食したりしたんですね。でも、こんなにもたくさんの観光客がいるのかっていうぐらいでびっくりしたんですけども、ネットフリーのその番組でストリートシェフみたいな形の番組があったから、まあ世界中から人々が来てるのではないかなっていうふうにも思ったりしました。勢いありそうですね、確かに。うん、いや、でもしおりさんのお顔は、これは何ですかね。これはですね、レバー刺し。レバー刺しと、はい、隣にあるのは何だろう。何かですよね。あ、タコの足かな。なんかユッケの上には、まだ動いてるタコの足がトッピングされていた、はい。トッピング、それは別メニューでそういうのはあるかもしれません。イイダコの刺身だと思います。サンナッチっていうやつ。タコの足がまだ動いているものでした。はいはい、ある意味で、ユッケも、イイダコの踊り食いも、まあ、文化的に見れば、こう、グロテスクな。っていうふうに捉える人もいて、でもこう文化相対主義的に多様な文化だっていうことを考える21世紀だからこそ、世界中からの観光客があえて食してみたり楽しむっていうことが、まあ、
時代って変わるんだな、文化って変わるんだなというふうにも思ったりもしました。いや、我々そこまで深く思考せず、とにかく、とにかく、無我夢中っていう表情ですね。やっぱり、日本ではもうなかなかこういった生肉がね、うん、食べれなくなってきたりするんですけど、はい、食べた、ごめんなさい、レバ刺しの話ばっかりなんですけど、はい、本当にレバ刺しで、消しゴムのくらいのね、厚さがあって、角が立っててフレッシュで、はい、一日飛行機が違ったんですけど、私は次の日一人でも、行きましたね。で、一皿が大きくて、もう、どうしようと思いながら。安いですよね、また。もうね、飲み物のように飲んでましたね。はい、幸せでした。で、本当にここに活気があって、このお店のね、間に、こう、ハルモニーたちが座って、そこで住んで、うん、ソーセージを作っていたりとか、うん、本当に作ってるところが目の前で見えて、うん、それがすぐに食べられるっていう、なんか、すごい、直でこの作ってくれてる人たちともつながれるっていうのが本当この関ジャン市場の楽しいところだなと、うん、ちょっと今よだれが出た、はい、とね。で、ここはね、こうソウルの中でこうお邪魔したところなんですけれども、私のこうハルモニーの故郷として外国人登録原票に住所としてはこう記載をされているプサンに行って、うん、まあ、とにかくハルモニーのこう手がかりが少ないものですから、で、行って、まあ、現地の役所に行ったら何とかなるんじゃないかっていう、こう、思いで、私たち、プサンにね、こう、入りましたが、これが、プサンの、こう、港なんですけれど、最後に過ごした、やっぱり神戸に似てるんですよね。そうですね。特に、こう、坂を上がって、ね、こう、見る港であったりだとか、だからね、おばあさんが、こう、最後に、こう、ね、最後と知っていたか分からないけど、過ごしてた、そこに戻っていたっていうところ、神戸と釜山を重ねていたんじゃないかなって、夏木さんがよく言ってたけど、この本当に景色を見て、ああ、なるほどって思いましたね。釜山を離れたのが、こう、書類の記載上は11歳頃だというふうに、記載をされているので、きっと記憶には残る年齢かなというふうに思うんですよね。もしかすると、まあ、神戸の街とこの釜山のこう光景というのを、こう、頭の中でこう、オーバーラップさせてたりしたのかなということは思いましたね。うんうん、記録に11歳で釜山を離れるっていうのが残っているんですか？普通っていうか、あまりそういうのもしないまま、こう、転居したり移住したりっていうような気もするんですけど、残ってたんですね。登録原票は、おそらく私のこう祖父母両方そうだったので、うん、下関港に何年何月何日に入港したっていうのがやっぱり記録は残るんですよね。うん、で、そうすると、まあ誕生日どこを計算して、入港した時は何歳だったのか、うん。祖父はもうちょっとこう、年齢がいて14歳頃だということは分かっているんですけれど、うん、ですよね。なので、もしかすると年齢的には、こう、一人で、まあ、可能性がゼロではないんですけれども、誰かと一緒だったね。誰と来たかっていう記載がなかったんですよね。はい、それはないんですよね。ね、原文字のおじいちゃんの、外国人登録原票には、いろいろな、こう、彼が勤めていた場所であったりっていう記載があったけれども、ハルモニーのものにはね、あまり、こう、情報がなくて、でも、そのハルモニーの原票をやっと、こう、手元に届いたときに、開いたときに、黒い白黒の写真が、こう、何度もコピーされて、見えなく、見えづらくなってるんだけど、3枚貼ってあって、それを見て、はじめまして、おばあちゃんって言った、すごく嬉しそうな夏木さんの顔が、本当に印象的で、本当に外国人登録原票っていう、先ほどもおっしゃってましたけど、その、登録されていた、管理されていたっていう背景では、すごく、ジレンマがあることだけれども、それがあってゆえのこう対面できたっていう、その感動の瞬間を見立ち合わせていただいたのを本当に今でもよく覚えてます。ねえ、やっぱり字面でしかなかったからね、それまでは。その、まあ、何々さんっていう、こう名前はわかるけれども、でもどんなこうお顔をしている人なのっていうのが、全くそこからは想像もできなかったので、こう、あっとこう書類をこう開いた瞬間の、あ、この人とようやく出会えたってい う, こう感覚ですよね。で、ハルモニーがおそらくね、こう呼吸をしていたであろう、こう街に来て、で、釜山に来たらやっぱりね、海産物でしたね。これはカニですか？カニです。カニでしたね。生お刺身でしたよね。カニのお刺身でしたね。茶ヶ淵市場で、そのまま、こう、
生きているものをこう、生けすからあげてもらって、うんうん、いくつかこう、食べさせてもらって。なるほど。私、食の専門家でも何でもないので、ただ、不思議だなと思ったんですけども、釜山地方ってあまりカニっていうイメージではなくてですね。あ、そうですか。むしろカニっていうと、南のヨンドっていうところのオーガニっていうところがあって、多分それは、チョラド地域だったと記憶するので、まあ、釜山の方でカニがどれだけ取れるのかわかりませんけども、チャガルチとか大きな市場ですから、もちろんあるとは思いますけども、釜山でカニを食べたっていう話はむしろレアな思い出話になるかも、いろいろ諸説あり得るかもしれないし、確認すると、あまり食べないっていう印象、僕の知識が偏ってるのかもしれません。釜山といえば何っていうふうに思い浮かべますか？スンデとミルミョンとテジグッパっていうのが郷土料理だと思いますよ。すべていい思い出。スンデはありますよ。で、こっちはまた味噌で食べるんですね。で、ソウルの人たちはスンデ食べるときに、セウジョッカルって言って、なんていうかな、急に日本語が出てこないけども、小さい、エビの、うん、醤油、そういうタレみたいなもの、いわゆるキムチの元になるような、そういう直感っていうので作るんですけど、つけて食べたり、塩で食べるんですけれども、釜山だと味噌をつけて食べるっていう。また。いや、美味しかった。本当に、私は内臓系のお肉が大好きなんですけど、このスンデはね、いろいろなこう、内臓系腸詰め系の、そうですよね。ただのソーセージじゃないんですよね。はい。だから噛むごとにいろいろなこう、食感があり、うん、で、北の半島の北側のツンデはもっといわゆるなんていうかな、春雨みたいのがあまり少ないし、私はカンボジアで食べたことがあるんですけど、いわゆる北から派遣されている方々が運営するレストランで、はいはい、時々レストランありますよね。はい、ツンデ食べてみたんですけども、全然違うものだな。南の食事はもうむしろキムチも何も甘いっていうのが。甘くなってるっていう話をよく聞く。プルゴキも全部甘いって言って、まあ、いろいろと違いが出てきますね。その北の関連で言うと、その、釜山ではね、ミルミョンを食べました。食べました。しかも、ね、私たちの行ったお店が、生地で出汁を取っているという、はい、結構珍しいミルミョンのお店で。そうそうそう。あのスープも、ちょっと甘みのあるね、スープで、ミルミョン、お好きですか？なんか、冷麺派、ミルミョン派とかってあるんですかね？いや、好きも嫌いも、冷麺の方がむしろ、普及されていて、釜山に行ったら、ミルミョンでも食べて帰ろうか、みたいな。ああ、釜山にはなりますけど、僕のイメージ、ソウルでミルミョンを食べるっていうことは、冷麺屋さんの近くに、中にあったりっていうお店もありますけれども、ほとんどないと思います。ねえ、そうか。ミルミョンはミルミョンで、掘り下げてみると結構歴史的なこう経緯があったりしますよね。そうなんですよね。なんか取材をしているときに、こうさ、いろいろなこう坂がある中で、本当に昔からあるミルミョン屋さんがあって、そこに、その、ちょっと写真がないんですけど、壁に当時市場がこんなんだったんだよっていう当時の暮らしと、なぜミルミョンがここで、大きく食べられるようになったっていうことをね、一緒に同行してくださった方が、お話してたんですけど、はい、地域の歴史を研究されてたキムハングンさんという方がね、うんうん、ずっと案内してくださってたんですよね。はい、ちょっと読まなければきちんと言えないのでいいですか？はい、はい、朝鮮戦争による食糧難の時代に北部からの避難民たちが米軍から支給を受けた大量の小麦粉を使って故郷の冷麺のような麺料理を作れないかっていうのが起源だったっていうことなんです。だから先ほどおっしゃってたんですけど、冷麺は芋系の、はい、本来はそうだと思います。はい、だからそういったものが手に入らなくなって、うんうん、そこで支給されていた小麦粉で、はい、同じスープだけれどもこう違う麺でっていうのが、うん、そうですね。でもなんか食べた感じ、私たちの想像するような小麦粉の麺うどんっていうものよりはこうしコシがあって、そうですね、うんうん、食感はしっかりしてた感じがしましたね。うんうん、そうです。あと、麺も違うけども、味も違うんじゃないかなと、冷麺とは若干、うん。似てるけれども、若干違ったりもするような気がして。まあ、私としては、釜山地方の郷土料理かなっていうイメージが強いです。すごいマイルドなスープでしたね。そうですね。なんか、優しくこう食べられる。なんか、二日酔いの時とかにいいんじゃないかなっていうね、ところでしたね。美味しかったですね。あと、納
コプセプサンといえばっていう感じではないですかね、ナッコプセは。どうなんでしょうかね、はい、プサン出身じゃないから、いろいろとありますけれども、ナッチコプチャンとか混ざってね、あとは、うん。まあでも、なんか新しい料理なんですかね。そうかもしれない、いろいろと混ざっていくっていう。一緒に入れちゃう。そう。ナッチが、イイダコで。イイダコ。コプチャンっていうのはホルモンとかで、でセウはエビっていうことなんじゃないかなと思いますけど、そうやっぱり我々のねソウルフードなんですよねこれはね大好きなナッコプセのねお店が京都にあって、うん、そうありますあります、もうなんかやっぱりちょっとねこう落ち込んだ時にはこのガツッというこう辛いものと、もうホルモンと海鮮が全部食べられるっていうところで、一つでもかけてたらダメなんですよね特にやっぱり実はホルモンのこう出汁の強さっていうのに毎回も感動させられてます。でもやっぱりこのプサンをこう巡っていると、さっきねいろんなこう写真もこう展示してあるっていうこう話がしおりさんからもありましたけれど、こう歴史的な経緯が要所要所でこう、まあ、展示をこうされているところっていうのがあって、うんで、やっぱりその朝鮮戦争の時っていうのは、はい、その避難してくる方々が最初は本当にこう北からわーっとこう南にこう一気にこう攻められたというこう経緯があったと思うので、はい、避難者の方々がこうプサンにわーっとこう避難をしてきて、で写真ちょっとは反射があってちょっと見えづらいと思うんですけれども、あの川の上にこうやってこうバラックなんかを建てて避難してきた人たちがこう生活をしたんだよっていう、うん、そういうエリアが、まあ、祖母のこう住所地のこう周辺でした、うん、今ちょっと見ていただいている通り、その再開発が進んできて、うん、まあ、新旧入り乱れているようなこう感じなんですけれど、すごい面白い場所でしたね、うんうん、日本家屋とか残ってる地域じゃないですか。日本地域ではアミドンでしたか。あ、そうです、そうです。はい、だから全然プサン詳しくないんですけども、チョリャンドンとかアミドンっていうのは和漢があったり、あるいは日本人の居住地があったりっていうような地域なので、おそらく未だにですけれども日本式家屋が残ってるっていう地域もあったりで、お話につながると思いますけども、朝鮮戦争の時にいわゆる避難民たちが、または朝鮮戦争のその時に参加した日本からの在日、まあ、韓国系の義勇軍が、その間にサンフランシスコ講和条約で、あるいは外国人扱いになったので、日本に戻れず、この地域で、居住していたっていう話も、記録としてはあります。なるほど。多分そういうこう歴史のレイヤーがものすごくこう重層的なこう地域なんですよね。そのもともとそのハルモニーがいた頃っていうのはプサンの三大貧困地域と言われてとても厳しいところだったのが、まあ、その日本人街があって、その日本人たちの墓地がここにこう築かれて、はい、で火葬場もあって、だからこそまあ周囲からこう忌み嫌われる場所だったというふうにこう伺ったんですが、うん、その後にこう避難者の人たちがこう来て暮らす場所がない、でその時にそのやはり墓地に暮らす他なかったということで、うんうんうん、ちょっとまあどなた方もこう墓石なのでこうはっきりちょっと今は写していないんですけれども、うん、この辺り、碑石村というふうにね、言われてるんですよね。うんうんうん、その、墓の上に住まざるを得なくって、その、墓石をこう、家のこう基礎なんかにしながら、なんとかそこでこう、まあ、生活をこう、つないで、それがそのまま集落になってる。うん、ちょっと不思議なところでしたよね。ね、私たちも歩いていても、はっと気づくと、その階段になっている石が、横にされた墓石であったり、うん、家の土台も、あれ漢字が書いてあるっていうどなたかの墓石が使われていたり、そこでね怪談話も聞いたり、トッケビの話を聞いたり、そうトッケビが出るんだっていうね話とか、まあ、だからこそそのまあチェサなんかをこうするときに、そのまあ自分自身のこうご先祖と、それとまあそのお墓の主だったら方と両方こう弔っているお家もあるというふうには聞きましたよね。うん、いやこれが、まあ、プサン、このあたりがね、私たちがこう聞き込みをして、うん、私のハルモニー知りませんかって、それこそ先ほどね、外国人登録原否をこう片手にこう回ったところなんですけれど、うん、残念ながらね、手がかりがありませんでしたね。そうでしたね。でも、同じ世代のハルモニーたちに出会って、うん、またね、その地域研究をされている方に、このあたりには小川があって、このあたりに多分、ハルモニーが小さい時に、うん、もし畑をやっていたんだったら、野菜を売ってたんじゃないかっていう、なんかこう想像できるような、やっぱりなんか街並みが本当に人の手でこう、なんだろう、積み上げられてきたような、本当に迷路があるようなところで、ちょっと
こう南米で訪れたことがあるようななんだろう、集落に似てるなじゃないけど、カラフルだし、すごい斜面に、なんかすごく、で、そこでまだ人々が営みを続けてるっていうところにすごくなんか、なんか、なんて言ったらいいのかわからないけど、すごく歩いててすごく面白い場所でしたね。興味深いところでしたね。この、また家と家の間に、あ、エゴマだってこう見えたりね。エゴマだ。唐辛子植えてるっていうのが見えたりね。猫がいたり。でしたね。でもやっぱりここで聞き込みをしてた時にね、その、まあ、この地域のことをよく知っている、長らくこう暮らしているという、こう、おじい様に、やっぱり尋ねてみたんですよね。こう、祖母のこと知りませんかって。うん、でもその方が、いや、女性は名前で呼ばないから、キムオッチャって言われてもわからないなっていう、そういうお答えのされ方をして、うん、結構それは象徴的な言葉といいますか、うん、なかなか女性のこう、生きた証というのが、こう、まあ、仕組みの上でも、こう、社会の土壌としても、こう、残りにくいっていうことが、そこから徐々に分かっていきましたよね。うん、その言葉は本当に、こう、やっぱりね、ルーツを、探すルーツを巡る旅っていうことでいろいろな方に出会ってきたけど、その言葉を聞いた瞬間、あ、この旅は本当にこれからどん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 終わらないんだなっていう、女性たちの歴史っていうことがどれだけこれまで語られてこなかったかっていうところにすごく気づきましたし、だからこそやはり、まあ、パチンコのようなドラマも女性の視点で、ハルモニーの視点で描かれてたっていうのはすごく貴重なものだったなと理解と思います。そうですね。なんか地域の役所でどうしてこの記録がないのか、どうして韓国人なのにっていう、その、なぜ記録がないのかっていうところで、あ、在日っていうルーツを持っている、方々がどういうふうにこう渡って、なぜその書類が存在しないのかっていうところを一からこう説明しなくてはいけないっていうのを、見て、あ、あまり知られてないんだなっていうことも、結構すごいですね。あと本当に10歳11歳で、まあ11歳でそういうことはないと思いますけども、それこそ勤労挺身隊で工場で働くとかっていう形で女性一人の移動っていうことはそういうこと以外ないじゃないですか。なんか家族と一緒に移住してるっていうことではあるんで、そこはわからない、わからないんですよ、同行者がわからないので。だからちょっと手がかりが限られて、もう他の人は残ってたってことですよね、きっと。いわゆる親は、なんか、ひいおばあちゃんは、ひいおじいさんは。それもわからないんですよ。はい。本人の外国人登録原票と、あとは、戸主が誰なのかっていうことぐらいは書かれていて、そうすると、まあ、私の祖父、彼女にとっては夫ですよね、の名前は記されているけれども、それ以外の家族関係はわからない。なんかね、外国人登録原票のこう管理の仕方って結構中途半端なところもあるんじゃないかっていうふうにね、思ったり、ね、がっつり管理しとけっていう意味では別にないんですけれど、まあ、情報は非常にこう限られますね。なんかその、女性は名前で呼ばないからわからないっていうことを、ミノンの、ね、おじさんに言われた時に、帰ってからいろいろなことを考えたと思うんだけど、その時にもしかしたらキムウォッチャさん、キムタモコさんっていう名前も本当の元々の名前じゃなかったかもしれないっていう可能性も出てきたっていうところにも結構衝撃を覚えて、あ、確かにその可能性を考えていなかったと。やはり日本に渡って名前も新しい名前があったかもしれないと思うと、だから夏希さんがそのね、おじさんに言われた後につぶやいた、おばあちゃんあなたは誰って言った言葉がすごく、忘れられないですね。ね、外国人登録原票の名前と実際に呼ばれた名前が違うってなると、本当にあなたはどういうふうに呼ばれていて、どんな、ね、そこからやっぱりこう人格とかが見えてこないんですよね。でこの後ちょっとまたねお話をしますけれども、祖父に関してはその、まあ、いろんなこう手がかりが残っていたので、紆余曲折あってこう親族にたどり着くことができて、でその人たちの思い出の中でこう立ち上がってきたこう面がある、あ、せっかくなのでじゃあちょっとそのデブの、はい、話もしましょうか、はい、あの
まあ、私もその祖父方のこう親族たちはですね、テグにルーツがあるということで、うん、まず我々はテグに入り、必ずやっぱりね、こう市場に行きますね、市場に行きますね。はい、これはキンパとチヂミとトッポッキですね、はい。トッポッキを食べて、うん、まあ、市場で何気なく入ったところでしたけれども、ね、美味しかったですね。うん、テグといえば何ですかね。タロクッパっていう風に、いわゆるユッケジャンなんですね。で、日本のいわゆる朝鮮料理屋さんでテグタンっていうのを頼むと、韓国の人はテグって言ったらタラの魚の鍋なんですけれども、日本ではなぜかユッケジャンが出てきて、なぜなんだろうっていう謎を長年僕は抱いていて、偶然ある本を読んでいたら、テグ地域のユッケジャンがテグタンっていう風に日本では広がったっていうことで、日本でのテグタンっていうのは普通に言うユッケジャンのことです。またはタッケジャンとも言うんですけども、現地ではタラ、いや、テグっていうのは魚の名前なんですよ。だから地名のテグタンではなくて、そうですよね、海に見えます、ね、タラ鍋になるわけですよ。だからそこは非常に日本独特の故障になってきたっていうのが一つと、まあキンパそのものも韓国人のソウルフードになっていますが、これはもしかしたら近現代の日本ののり巻きがそのいろんな形でこう韓国にあるいは朝鮮半島に土着化したっていうのと、そもそも論ですけども、そういう融合的な面があるんですね。トッポッキもお餅はお米ですけども、こうやってさっきのミルミョンと同じように、小麦粉でできたトッコを使うっていうことは、それこそ米が足りない時代の小麦粉を日常生活で使いましょうっていう。トッポッキって小麦粉なんですか？今のはそうですよ。知ってた？知らなかった。本当のものは、だからむしろ、米トッポッキって言って、サールトッポッキってのはむしろお値段が高くなるかもしれません。うん、基本はそうで、最近はどうかわかんないですけど、長年の間、小麦粉を使う。ね、奥に映っている佐藤圭さんも、えーって顔してますけどね。知らなかった事実です、はい。いつからこうやって韓国、朝鮮半島料理が辛くなったのかって、ちゃんぽんも日本の長崎から入ってきたっていう、華僑が運んだっていう説が有力で、60年代になって赤く染まったっていう、韓国の。辛い中華料理の最近ですね。そうなんです。だから、朝鮮半島料理が赤く染まっていくのは、もう本当にそんなに長くない。で、そもそもメキシコから、ね、中南米から入ってきたっていう話になると、500年、600年前の話で、日本から運んだっていう、運ばれたっていう話もあれば、朝鮮半島から日本に運ばれたっていう説もあって、いろいろと、まあ、ウィキペディアにいろいろ載ってると思いますので、諸説あるんですね。調べてみると、唐辛子で調べると、いろいろと出てくると思います。なんかもう一つ、あれって思ったのが、ミルミョンを食べたお店で、蒸し餃子を食べたんですよね、はいはい、で、それが、名前が蒸し餃子のこと。マンドゥじゃないですか。マンドゥと書いてマンドゥっていう。ね、マンドゥ。で、今年、トルコ地震の、はい、取材に行ったら、トルコでも、マンドゥって言うんですよ、餃子のことを、うん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 、でもトルコのものは具が入っていないものをマンドゥって言うんですけど、はい、で日本マンドゥマントウって、はい、マンジュっていう、そうですね、マンジュから、はい、だからなんかなぜ韓国語とトルコ語が似てるんですかね。漢字の語源の発音がルーツをたどっていけば似てるっていうことで、多分ウクライナにもつながっていくし、いわゆる麺料理っていうのはマルコポーロのその現時代の話になっていくはずなので、っていうのが一つと、最近は韓国の冷凍食品が世界中でいろいろと売れることによって、トルコがその影響を受けてるのかもしれませんし、もう本当に世界中ね、私たちもウクライナ取材に行った時もペルミニのようなね、餃子ヨーグルトソースにかかったね、はいはい、ありましたね。すごく文化融合的なものがたくさんありましたね。食堂をたどってこう餃子文化が広がってると思うんですけど、いろんな名前がペルミニだったりある中に、そうマンドゥマンドゥ教えてください、うん、で冷麺食べに行っても華僑たちあるいは北の方の大きい、マンドゥっていうのが出てきますし、といろんな料理がありますので、作り方餃子とかマンドゥの起源というのは、それこそさっき申し上げた東アジアのその横断、交流が活発だった時代
まあ当たり前だったってことですね。なんかそれだけで1時間番組が作れそうだね。マンドゥの歴史っていう。餃子を巡る旅。あのこのテグはですね、あの先ほど皆さんにお伝えした通りなんですけれども、はい、親戚との対面がねえ、叶いましてですね、そうご縁をつないでいただきまして、すごい量を改めて見るとそこへエゴマもありますね。ありますね。漏れなく左手に写ってるのは私のはとこと、父にとっての父から見た時のいとこなんですけど、はい、まだちょっとね お互い緊張してますね。そうですね、座った瞬間まだ手がね、料理についてないので、料理についてないっていうね、はい、あどうもどうもっていう感じで、後からね聞きましたけど、あの私のこう知人経由でね、連絡をしてもらったんですけど、親戚には。その時ちょうどなんか、オレオレ詐欺みたいなものがね、流行ってたらしくて、電話の、なんかそういう怪しい電話なんじゃないかっていう。国際電話がかかったり、あるいは国際的な犯罪にっていうことですね。ねえ。まあでも、無事に対面を果たすことができましたね。すごい量の。本当に。そう、エゴマも乗ってるし、私、もう、どのレストランに行っても、もう必ず、剥きたてのニンニクとピカピカの青唐辛子が差し出されるっていう、この素晴らしいサービスにもう毎回胸をときめかせていたんですけど、やっぱりここにもね、もうその美味しさが、そしてニンニクを生でもいつでも食べていいんだよっていうこう許し、もうすごく幸せだったのと、はいはい。日本だとね、なんか気にしますよね。明日喋る仕事するしな、みたいなね、うんうんうん。そう、でもみんなで食べてれば大丈夫っていうのと、この今、テーブルの真ん中にある、チョグチャン。納豆みたいな。天ジャンチゲ。チョグチャンですね。かなり個性の強い香りが、納豆を、まさに納豆みたいなやつ。でもそう、納豆好きにはたまらない。味噌になったみたいな。子供の時には食べれなかった。でも、聞いていたよりもすごく、あ、深みのあ、いやいや、もう、味噌鍋の一種ですけど、チョングクチャンです、ね。これがすごい美味しかったの覚えてます。うん、いや、なんか、私はもうこの時ガチガチにこう緊張していたんですけど、ちょうどこの、その手前ぐらいにしおりさんがいて、なんか隣でバリバリ音がするなと思ったら、もう、しおりさんはカメラを一旦固定して、もう、唐辛子をバリバリこう、美味しそうに食べるんですよ、また。まあ、それでね、みんなの緊張がほぐれたっていうね、ところはね。これ全部メインじゃなくて、突き出しのおかずみたいな感じなんですよね。まあ、鍋はありますけれども。いや、本当に定食屋さんでサバ定食を頼んでも、突き出しがブワーッと出てくるっていうのも、幸せな。はい。なんかテグにこういた時にその聞いたんですけれど、そのテーブルの足が折れるぐらい、サンタリプロジドロっていうような形でっていう、はい、なんて言うんでしょうね、ことわざと言いますか、はい、そういうこう表現があるんですね、はいはいはい、それぐらいのおもてなしっていうことですね。いやもうテグだけじゃなくて、まあ、朝鮮半島全般の会食文化だと思います。特におもてなしの文化だと思います。もう皿しかないですもんね。皿しかない。もうテーブルの表面が見えないですからね。で、これが実際にですね、私の祖父が里帰りをした時のこう写真で、一番左手に写っているのが祖父で、これお墓の前でそのご飯を、はいはい、食べるという、やっぱり地祖なんかはそういう。そうですね。だから、まあ、いろいろとこう、チェサーの伝統的な文化や宗教を、保っているご家族であれば、そういうチェサを行い、で、キリスト教徒や仏教徒はまた違う形でってことですけども、まあ、家族が集う、親族が集うコミュニケーションの場でもあるから、ご先祖様と、あるいはご先祖様を通して、こうやって出会って繋がっていくっていうことなので、まあ、和気あいあいと、いろいろと、食事をしたりしますね。ピクニックの感じです。山、一つが、いろいろなね、お墓があって、そうですね。で、こう、登るために、ちょっとこう、休めるようなね、多分皆さん集まってそこでも食べられるようなピクニックポイント、うんうんはい、みたいのがあって、軽いハイキングのような感じでしたね。これって葬儀文化も随分と朝鮮半島独特っていうか、日本と違うと思うんですけども、この写真から見えてくるお墓は多分、公園墓地で、それで、こう、土が盛られているっていう芝生になっているのは土葬文化なんですね。だから、でも、20年ぐらい前かな、火葬文化に変えよう。そうじゃないと土地が、こう、足りなくなるっていうのが一つ。で、もう一つ。ごくごく最近ですね。そうですね。で、それによって、積極的に火葬にしてる人たちが増えてきて、
で、仮想文化っていうのはお墓自体が200年前、300年前のお墓ってほとんどないわけですよ。だから、今後こう、ちゃんと家族の歴史を刻んで残していくためにも、仮想にして、いろいろとこう、一つのお墓に、いろんな、親族が眠れるようにっていうふうに変わりつつあると思います。じゃあもう、ちょうど過渡期といいますか、こういうもう、いわゆるこう、まあ、土のこう、まんじゅうっていう、こう、はい、山っていう感じのお墓が、こう、ボコボコあるっていうのと、はい、またちょっと形が変わってくるんですね。だから本来のヤンバンであれば、ご先祖様の山があって、そこにお墓があるんですけれども、実際、みんながヤンバン出身じゃないし、近代化の中でみんながそういう山に、山を所有してるわけじゃないから、お墓を勝手にっていうか、お墓を自由に作ることができないから、こういう家族、公園墓地化されています。なるほど。まあでもこういうふうにね、祖父は、里帰りをして、お墓の前でこうね、ご飯を囲んで、どうやら還暦のね、お祝いもね、向こうでこうやって、なんかほろ酔い気分のこう写真なんかがね、残っているんですけれども、祖母は残念ながらね、32歳で亡くなって、こう、まあ、帰りたいと思っていたかどうかも、こう、正直わからないんですけれども、まあ少なくとも、こう、故郷の地をもう一度踏むことがないまま、亡くなっていったということもあって、でまあ、女性たちのこう歴史だったりこう声をどういうふうにこう刻んでいけるのかなっていう、こう宿題をこう、ね、日本にこう持ち帰ってきたようなこう感覚がありました、で帰国をして私たちこのルーツのこう旅の中でもそのたくさん通わせてもらっているこうコミュニティの一つが神奈川県の川崎市にある、はい、しおりさんと初めて会ったのも川崎で僕は焼肉を食べながらビールは飲みませんでしたけどもガブガブ飲まれてましたよそうだと思います。美味しい焼肉さん、ね。そうですね、川崎で。はい、はい。その、桜本でですね、しばらくコロナ禍で中断していたんですけれども、まあ、触れ合い館というところがですね、こう、多文化共生施設として、まあ、条例に基づいて、公金で地域の拠点としてこう、営まれているところなんですけれど、まあ、そこにこう、集ってくる在日一世二世のこう、ハルモニーたちが、まあ、いろんなこう、アクティビティをするわけですよね。で、地域にこう出向いていって、で、小学校に行って、で、キムチ作りの先生をするっていう、こう、プログラムがようやく再開できた、ということで。ニラが随分入ってますね、この人。ニラそうです。もう、本当に何キロ作ったって言ってましたから、もう、こんな大きなボールがあるのかっていう学校に、っていうボールに、ヤムニョン、ヤムニョン、ヤムニョン。で、またヤムニョンのね、レシピも、はい、ハルモニーたちによっては違うけど。いやでもそう、みんな違うから、一概に何が正しいかって言えないんじゃないですか。桃を入れろ、パイナップルを入れろっていうのを全て聞かなければいけないっていうことも。ハルモニーたちの、だから知恵の結集なんですよね。うん、ある家は、だからスプライトとかセブンアップみたいなものも、買ってくるわけで、いわゆる甘みをどう絶妙に出すか。だから、意外と、現代の朝鮮半島料理には、まあ、日本ほどじゃないけど、糖分が入るんですよ。はあ、いや、なんか、本当にこう、各家によって違う、本当にさっきおっしゃったみたいに、こう、正解がないと言いますか、はい、まあ、それが一つ、キムチの味わいの、こう、うん、まあ、深みと言いますか、なんですけれど、はい、なんか、本当にこう、盛り上がる場だったんですよね。本当に地元のハラモニーたちがもう、もう、やっぱり、うん、ここで自分たちの知恵と全てと愛を受け取ってほしいっていうのが子供たちにね、すごい伝わってて、やっぱりあと手を使う作業なので、そこでの交流もすごい温かいものだったなっていうのを見てて。もっとたっぷりもっとたっぷり入れてるのよ。入れてってばっかりして。これご飯に乗せると美味しいからって言って想像しちゃいますね、自分たちも。でもね、キムチ、漬物っていうのはやっぱり土地のこう、風土、空気、気候と関連しますから、なんていうのか、日本でこう、漬けると、やはり日本の湿気とか気温で、本場の味が出ないっていうふうによく言われたりもします。湿気はそうですよね、確かに。だから、ソウルとかテグ、プサンで、それほど匂わないキムチが、それを日本で開けた瞬間すごく匂うとかですね。いろいろとあると思うんですよね。あとやっぱりその、いわゆる女性たちの仕事とされてきたものの一つで、はい、しかも、非常にこう、手がかじかむようなこう、季節にこう、つき始めるので、すごく、お家で、こう、女性の役割でしょっていうふうに見なされてきたものの中でも結構過酷な役割だったっていう話は、ハルモニーたちもね、こうしたりしますよね。
はい、あの子供たちに混じって大きい大人が、はい、いかにやむにをいっぱい入れるかっていうね。この時もね、自分たちがこう学校に通ってた時、まあ、日本に来た時に、ね、お弁当を開くのがすごく嫌だった、恥ずかしかったってね、うん、言ってましたね。もう今はこうやって子供たちがおいしいおいしいって食べてくれるの嬉しいって言ってましたね、うん、左から2番目についてるね、そこいる分ハルモニンが本当に昔はこう恥ずかしいって恥ずかしいって思ってたって、うん、でも子供も喜んでくれるし、うん、今なんかバラエティ番組見てたらなんかキムチは体にいいってやってるし、まあ、キムチの消費って日本の方が、あ、日本で一番売れてる漬物はキムチだし、キムチの世界一の消費はもしかしたら韓国よりもっていうなんか話をどこかで読んだり見たりっていうことがあります。で、まあ、ちょっと脱線かもしれませんけれども、このシリーズであの新大久保を扱ったこともありますよね。で、またあの京都とか、まあ、コリアタウンを朝鮮半島のカルチャーを知るっていう上で、まあ、鶴橋のコリアタウンと新大久保のコリアタウンの比較を、まあ、端的に言うならば、キムチを漬けたキムチが売られているか売られているか。いわゆる新大久保の場合は生活空間としてのコミュニティではなく、ビジネスの場としての新大久保なので、そこに暮らしている人たちが漬けたものを生業として販売するっていうお店はないんです。うん、けれども、鶴橋とかのコリアタウンを歩かれると、あの、ホルモンから何から、精肉店から全部ある。そこに最大の違いがあるってこと。ああ、なるほど、はい。ちょっと今度はそういうものに気をつけながら各コミュニティを見てみます。そう思うと、あの、冷麺を食べた永田地区にも、手作りキムチ屋さんありましたね。ありましたね。もう歩いてるだけで、こっちから薬味ぬっくの匂いがして、こっちからキムチの匂いがして。うんうんうん、そうですね、たくさんの誘惑があって、はい、行きたいところのお店になかなかこうたどり着けないっていうね、そういった事例もありました。キムチの具材もいろいろと、ナスのキムチとかいろんなものは、はいはい、多分日本で、暮らしている在日コリアの方々がそれなりに工夫して、漬けられたっていうことかも。いわゆるいろんな食材を漬けるっていうことはやっぱりその地の土地柄のその食材具材が使われるわけですから、そういう部分で楽しみ方っていうのがあると思います。キムチもいろんな場所で発展してきたんですね。そうですね、うん、いやこれキムチだけでもこう1時間こう番組がねできそうなぐらいのことですけれども、北も南も世界遺産としてキムチ作りをこう登録してしまっていて、私はそれ批判的に捉えてるんですね。つまり世界遺産は世界の遺産であるから国民国家単位でこう競うものではないけれども、うん、南の方でキムチ作りを世界遺産のその食文化として登録させてしまったがために北の方も登録させて、それをユネスコが認めているっていうことは、私の視点からすると平和のための世界遺産とかユネスコではなく、紛争や葛藤を助長する、なんかコンペティションみたいになってしまうんですよね。ここは何とか乗り越えないといけないっていう課題だと思います。ハルモニたちを見ててもなんか理解できる気がします。やっぱりうちの味のキムチがあって、でもそれは確かにね、地域で分けるっていうのは。そうなんですよね。ね、それがやっぱり平和的に融合されたのがこの桜の木のね、はい、全ての知恵が入っている。なんか結構甘めなんですよね。そうですね。子供たちにこう向けてっていうのもあって、まあかといって手加減をしている感じもせずっていう、真っ赤かです。本気のキムチでね、来ましたね。ということで、これカルチャーのこうシリーズなのですけれども、最後にですね、ちょっとおまけ的な一枚を入れて、はい、プロデビュー。夏木さんのおじいさんがプロボクサーだったっていうことが、ね、はい、途中で分かったんですよね、はいはい、思いがけず、おじいちゃんずっと曲がりながらこうしていたんだよっていうことが、うん、彼が働いていたというパチンコ屋さんの、ね、オーナーだった方の、ね、息子さんに聞いて、うん、最初は、ね、信じられなかったけれども、はい、その中で調べていろいろな、ね、資料を取り寄せて名前があったっていうところから、うん、もうご自宅に行くつたびにもうボクシングの歴史書みたいな、うん、こうなんとかの拳みたいな本がもう、うん、どん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 山積みにされていって、うんうん、しまいにはその上にグローブとねミットがこう乗る。今ねさっきから若干気になってたものはキム・オクチャ・ハルモニの、うん、お名前はキム家なんですか、それともおじいさんのファミリーネームが。わからないんですよ。それさえもわからないんですよ、ね。でも日本の場合、いわゆる婚姻に伴う、その、名字が、氏名が変わるから、もしかしたらハルモニは、キム家生まれではないかもしれない。
利益とかパックかもしれない。可能性は十分ありますね。いやなので、まあ、さっきね、その桜本のこうハルモニたちのこう話もありましたけれど、まだまだこれからもね、こう旅は続き、うん、祖母のことはこう諦めてないですし、うん、その、まあ、外国人登録原票のその管理監視の枠組みからせめてこう出したい祖母っていうのもありますし、うんうん、まあ、ルーツを巡る旅って本当に一つのこうきっかけなので、やっぱり女性たちとか、こう何かしらのこうマイノリティ性で、こう記録が残りにくいこう存在として扱われてしまった人たちの声をどういうふうに伝えていくのかっていうのが、まあ、私がこのルーツのこう旅からこう得た一つの、うん、まあ、宿題かなと思うんですけれど、改めてどうですか、その振り返られて。私は本当にこの2020年から始まって約4年間、はい、お互いにね、身になる、身になる、本当に身になる骨になる、あのね、取材をね、取材だったんですけど。取材ですよ、全部。はい、取材でした、はいはい。でもその中からやっぱり本当に、取材って、あ、こうやって人を知るってことは、食を通して知るっていうこともそうだし、うん、先ほど、あの、ボクシングっていうのもすごく遠くの、はい、あの入りがたい世界だったんだけれども、うん、おじいさんがされていたっていうことがきっかけでいろいろこう学ぶことにより、うん、私たちもなんかどんどんリングサイドに近くなっていて、はい、実は私たち今お互いにグローブを持ちながら練習を日々しているっていうところまでたどり着いて、うんうん、本当にこの取材からいろいろなカルチャーいろいろなこう体験を本当に実践的にこう、はい、いろんな人たちに出会ってしてきたので、本当に私も一ドキュメンタリーをこう撮影させていただいただけではなく、本当にこれからもライフワークとして食べ物もそうだし、うん、ボクシングも追いかけていきたいですし、うん、やはり女性たちのヒストリー、うん、おばあちゃんの名前、どんな人生だったのかっていうのを、ね、引き続き探していきたいですね、はい、引き続きよろしくお願いします。第3弾のストーリーがまたあると思いますので、はい、楽しみにしております。はいはい、ということで、カルチャーが走る朝鮮半島のこと、今回はルーツをめぐる旅を食という軸足を元にしながら皆さんにお届けしました。旅は続きますので、また皆さんに改めてご報告をできればというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。